私たちが住んでいる日本にも数々の謎が存在します。ようこそ、ナビゲーターのルカです。皆さんはモーゼの実戒のお話をご存知でしょうか。モーゼがエジプトから迫害を受けていたユダヤ人を連れて新たな地を求め旅立ちますが、エジプトの王の軍隊に海岸に追い詰められ窮地に立たされた時に、モーゼの弟アロンが持っていた杖を天に掲げました。すると海が大きく割れて逃げ道が生まれます。モーゼたちはその道を走って逃げ、それを追いかけたエジプト軍は割れた海に飲み込まれてしまったお話が有名です。契約の箱。モーゼの持っていた杖はモーゼが神から与えられたものです。その際にモーゼは神様から契約の箱を作るように指示されます。細かな設計を指示され、モーゼの孫にあたるベザルエルが完璧な契約の箱を作り上げました。契約の箱の中身は実戒の刻まれた石板、エジプト軍から追い込まれ海を割ったとされるアロンの杖、そしてマナの壺が入れられます。マナの壺とはモーゼたちが40年ほど荒野をさまよい続けることになった際に全員が飢えた時、モーゼの祈りに応じて神は空からマナという食べ物を降らせました。モーゼは神の祝福の証としてこのマナを純金の壺に入れて契約の箱に収めました。それがマナの壺と呼ばれるものです。契約の箱の行方。モーゼの死後、ヨシュアという人物がユダヤ人たちのグループを率いるようになります。その後シロと呼ばれる地域の神殿に契約の箱は置かれました。やがてユダヤ人たちは力を合わせ王国を作ります。そしてイスラエル王国が誕生しましたが、ユダヤ人たちの敵のペリシテ人に敗北してシロから契約の箱を奪われてしまうのです。ところがペリシテ人に神の呪いがあり、数百万人が死亡することとなったことでペリシテ人から返却されることになりました。その後エルサレム神殿に契約の箱は安置されるようになりました。しかしアッシリアによって王国が滅ぼされ、エルサレム神殿も破壊され、この時から契約の箱は現在まで行方不明のままとされているのです。エルサレム神殿が壊される30年以上前から契約の箱について触れている文章は残されていないのです。契約の箱がどこに持ち去られてしまったのかには諸説あります。侵略者であるバビロニアが奪ったという説、エチオピアに運ばれ安置されている説、エチオピア正教会は現在でも所有していると主張しているそうです。契約の箱がアラブ経由でジンバブエまで運ばれたという説、テンプル騎士団改修説、エルサレム神殿の跡地とされる神殿の丘を本拠地としたテンプル騎士団に改修されているという説で、契約の箱はヨーロッパやアメリカに運ばれているのではないかとされているそうです。ツタンカーメンの墓から出てきた説、ジャッカルの姿をした冥界の守護神アヌビス神をかたどった神輿がツタンカーメンの墓から発見されたことで、これが契約の箱ではないかとされた説もあったそうです。そして日本の徳島にある剣山にあるという説もあります。ところが伊勢神宮の地下にあるのではないかとの説もあるのです。伊勢神宮の謎と契約の箱のつながり。伊勢神宮には内宮と外宮の2つのお宮があります。そのために御神体もそれぞれあると言われています。内宮の御神体は三種の神器とされている八田の鏡で、外宮の御神体もまた鏡だと言われています。この八田の鏡は契約の箱の中に入れられていた実戒の石板ではないかとの説があります。実戒の石板には文字が刻まれていて、その文字を刻むためには石板の表面がおそらく大理石のように磨かれていたのではないかとされています。表面がきれいに磨かれることで鏡のようになっていて、その大きさと薄い板状の形であることから八田の鏡と類似していたと考えられます。また八田の鏡には鏡の裏に
ヘブライ語が記されているという証言が昔から囁かれてきました。これによって契約の箱の三種の神器が日本の三種の神器と一致するのではないかとされています。伊勢神宮では20年ごとに行われる式年遷宮の際に遷御の儀という御神体を新しい社殿に移す行事があります。ですが御神体は木製の箱に入れられ、周りを白い布で覆われて運ばれるために私たちの目に触れることはありません。また元伊勢と言われるマナイ神社にはマナの言葉が見受けられます。元伊勢神社は奥宮をマナイ神社といい、天の水が祀られています。契約の箱の中にはマナの壺がありました。マナの壺もモーゼたちが飢えた時に天からの恵みとして降ってきたマナという食べ物を壺に入れたものです。天の水も天からの授かり物、マナの壺のマナも天からの授かり物との一致が見られるのです。また伊勢島には、伊勢神宮はもちろんのことですが、他にも伊沢の宮という神社があります。伊勢神宮の灯籠に六芒星のマークが入っていることは有名ですが、伊沢の宮の鳥居の前にある石灯籠にもまたユダヤのマークである六芒星が彫られていたそうです。この伊沢の宮の伊沢とはイザヤを意味するのではないかと言われています。伊沢の宮とはイザヤの宮である可能性が高いというのです。イザヤとは紀元前8世紀にユダ王国で活躍したユダヤの預言者です。アッシリアによってイスラエルに王国が侵略されたことで国家崩壊の危機により、イザヤは国を出て日本にたどり着いた可能性があるのです。また日本を作り上げたイザナギもイザヤに由来しているのではないかという説もあります。イザヤとはヘブライ語で神の救いという意味を持ちます。またナギとは君主を意味します。つまりイザナギとは神の救いの君主イコールイザヤ王子という意味になるのです。一方で伊勢神宮の行事の中で最も謎めいているこの元祭という伊勢神宮に古来から伝来する秘儀が存在します。これは御正殿の中央の床下に深く埋め込まれている真の御柱を取るお祭りのことです。真の御柱とは社の床下に立てて埋められた太い木のことを言います。真の御柱は神の御霊が宿るという由来がありますが、その多くが謎に包まれたままなのです。この元祭が行われる時間は内宮は午後8時、下宮は真夜中の午前0時に行われます。お供え物をして祝詞を唱え、慎重に真の御柱を伐採した後に白い布などで御柱をくるみます。このような儀式が真夜中の林の中で行われているのです。真の御柱は神秘のものとされているために、これを建てるのに携わっていた神職なども真の御柱のことに関しては一切口外しない決まりになっているそうです。この真の御柱は高さが170センチほどあります。現代の一説では古代の天皇陛下の身長に合わせて作られたのではないかとも言われています。天皇を崇拝することで日本全体を守護していただくという意味が込められていると言われています。ですが古代の日本人の身長で170センチは高すぎるのです。この身長に合わせてという説を考えると、それは日本人ではないと考えられるのです。では一体誰だったのでしょうか。伊勢神宮に祀られている神、それはイエス・キリストではないかとされているのです。伊勢神宮には地下宮があるという説があります。その昔日本に訪れたとされる原始キリスト教徒によって建設された地下宮が伊勢神宮であるという話があります。伊勢神宮を構成する別宮の伊沢の宮の地下に隠し神宮があり、そこにイエス・キリストに関係した真の御柱があると言われています。もしそうなのであれば、契約の箱が一緒に隠されていたとしても不思議ではありません。また本当の真の御柱は古代から永遠に保存されている別の柱があったのではないかと言われています。それが忌み柱と呼ばれているものです。くびきという横木が忌み柱で、それに対する縦木の長江にあたる雨の御柱というものが存在していたそうです。
縦と横の T 字型といって思い浮かぶのが十字架です。イエス・キリストが貼り付けになった十字架は実際には T 字の形をしていて、その上に罪状板を掲げたために全体の形が十字になったとされています。伊勢神宮が代わりの真の御柱を作り、それですら私たちの目に触れることなく秘密にしている理由は、本物のイエス・キリストの聖十字架があるからではないかと言われています。キリストの聖十字架は契約の箱とともに行方がわからなくなっています。契約の箱とともにユダヤのキリスト教徒によって日本に持ち込まれた可能性も十分にあります。伊勢神宮の内宮地下殿に本物の真の御柱となるキリストが貼り付けになった血染めの十字架が本当にあるのかもしれません。そして契約の箱も一緒に納められている可能性は十分にあるのです。伊勢神宮が事実を公開していないので推測の域を出ませんが、日本は多大なる費用と労力をかけて伊勢神宮を守り続けていることは、伊勢神宮には神聖な遺物があるからと考えてもおかしくありません。いつかその謎を私たちの目に焼き付けることができる日が来ることを願うばかりです。そして一つ一つの謎が解けていくことで、壮大な歴史の物語の1ページが新たに開かれることとなるのです。